い、町山です。はい、よろしくお願いいたします。町山さん、はい、ゆうやさんが逮捕されちゃいました。はい、内田ゆうやさんが逮捕されちゃいました。ああ、なんかさっき、知って、かみさんと笑ってました。はい、あははっていう感じで。ねえ。危なかったですね、奥さんもね。ねえ？いや、かみさんもね、町山さんのかみさんも以前、くどかれてましたから。はい。ねえ。まあ、恋大きい男なんでしょうね。ロックですね。ねえ、町山さんの奥さんは。でも今、おいくつですか ?71 歳です。71?うん、ああ、ね、すごいですね。ね、町山さんって。うちの親父も65過ぎて子供、うちの親父も65過ぎて子供を作ったんですけど、それより全然すごいですね。お父様、なかなかすごいですね。いえ、ゆうやさんには誰も勝てないですね。奥さんはなんかすごく美人記者で、なんかね、有名だったんですよね、町山さん。そんなことないですけどね。なんかね、ゆうやさんのとこで一晩泊まってけって言われたんですよね。わあ、危ない、金髪。そう、すごい昔ですけどね。はい、ね、これまたじっくりまた聞きます、はい。いや、俺はだから言ってくれよかったのにって言ったんですよ、だから。ね、ゆうやさん尊敬してっから、怒られちゃったわけですけど、ね。はい。でね、今日はなんかその、まあ、昔の話なんだけど、今のアメリカ社会にも通じるみたいな作品だそうですね。あ、今日、はいはい、今日紹介する映画はですね、ミークズ・カット・オフというタイトルの映画なんですけれども、全然意味わかんない。これね、ミークって人の名前なんですよ、ミークさんって人がいて、で、カット・オフっていうのはね、近道っていうことですね、はい、ショートカットみたいな意味なんですけど、ミークの近道。はい、でこれはね、実際にあった話で、1845年の西部開拓時代を舞台にした話なんですけど、はい、はい、これがね、なかなか超リアルな映画だったんですね。うん、でこれ1845年に1840年代にオレゴンってうちがあるカリフォルニアの上のところにですね、オレゴン州ってあるんですけど、はい、ほとんど無人だったところにですね、アメリカが開拓を始めて、その人を住まわせるようになったんですね。それで、ホロバシャ隊が、アメリカの東の方からですね、人を連れてきたわけですよ。で、アメリカには、東部の方にはもう、みんな土地を抑えられてたんで、その頃移民してきた人たちは、土地を求めて、そのホロバシャに乗って、西を目指したんですね。そっか。で、その時40万人ぐらいがそのホロバシャに乗って、そのオレゴンの方に向かったって言われてるんですけども、はい。で、その1845年の夏にですね、そのホロバシャ隊がずっとそのオレゴンの近くに来たらですね、そのオレゴンに住んでるその先住民の人、いわゆるインディアンの人たちが、そのホロバシャ隊を襲うっていう噂が広まるわけですよ。はい。で、通れるのかってことになるんですけど、みんな全財産を捨てて、滅ばしゃを買って、その移民をしてるんで、途中で諦めることはできないんですよね。で、どうしようって言ってると、それ冬になったら越えることはできないわけですよ。山なんで、シェラネバダって山があるんでね。はい、だから9月、10月までに越えないとならないんですよ、そこ。はい、で、インディアンが襲ってくるって分かっても、突破するしかないと。で、そこにですね、スティーブン・ミークって男が出てくるんですね。はい。で、彼はその、いわゆる縄漁師っていうのやってて、その、ビーバーとかを、縄じゃない、罠だ。罠で取って、その毛皮を売って暮らしてる男なんですけども、で、この辺はよく知ってるから、俺がその、道案内してやるぞって言うんですよ。で、一人いくらよこせって言って、まあ、それ大変な金額なんですね。その、ホロバシャ隊はその時実際はですね、200人いて、200台あって、ホロバシャ隊1000人いたらしいんですよ。へぇー。その移民たちが。そう、だからもう一人からいくらもらってもすごい金額になるんで、人財産できちゃうんですね、その案内人は、ガイドは。で、その人たちが結局選挙をして、投票をして、移民の人たちが、じゃあこのミークって男に従おうと、この人についていこうってことを決めてですね、民主的な選挙によって、それでミークについていくんですけれども、それついていったらですね、どんどん変なところに入っていくわけですよ。で、最初は岩がゴロゴロしてですね、その、滅ばしゃは越えられない。滅ばしゃっていうのは車輪が木でできてるんで、岩にぶつかると折れちゃうんですよね、車輪が。で、そしたらその辺の木を切って、その車輪を
補修するんですけど、木がないんですよ。そのオレゴンのその地域は完全な砂漠で水がないんで、木がないんですよ。で、木がないだけじゃなくて、木がないから動物もいないんですよ。水もない、食料もないし、水もないって、すごい地獄状態に入っていくんですよ、だんだん。で、歴史上はものすごい何十人も死ぬという大惨事になっちゃうんですよね。っていうのはそのミークズカットオフ事件と言われてる非常にまああの有名な開拓史上の大惨事なんですけれども、はいはいはい、でこの映画がねまずすごいのはですね、実際は200台あったあの滅ばし方がですね、この映画ではたった3台になってるんですよ。あ減ってますね。すごいスケールダウンしてるんですけど、これはね、まあ、CG、いわゆるコンピュータグラフィックスでやれば200台ぐらいに増やすことはできるんですけども、そうですね。この監督たちはそれが嫌だと思って、本物の滅ばし屋を作って、で、その、開拓団が使ってた道具とかも本物をですね、当時の本物を骨董品屋で買ったり借りたり、コレクターから借りたり、あの、博物館から借りたりして全部本物でやってるんですよ。すごいですね。すごいんですよ。それ本当に砂漠で撮影して、本当にやるためにやっぱり作り物は嫌だっていうんで3台に減らしちゃったらしいんですよね。ずいぶんこだわってますね。すごいこだわってて、で撮影中の食事とかも全部当時と同じもの食べてたらしいんですよ。それもこれがね、僕も食べたことあるんですけど、これね、キャンプとか行く人だったら知ってると思うんですけど、ダンパーっていうものがあるんですよね。アウトドアする人だとね、結構知ってると思うんですけど、ダンパーっていうのはね、水と小麦粉だけで作るパンなんですよ。でこれね、すごく固く練るとね、あの粘土みたいになって、あの鍋とかがなくてもパンが焼けるんですよ。ああ、もう直火で焼けちゃうってこと？あのね、木に巻きつけちゃうんです。わあ、すごい。でそのまま火に突っ込んじゃうとパンが焼けるんですけど、ただ死ぬほどまずいんですよ。まあね、水と粉だけで。そうそう。で、それを主食にして食べるんですけど、で、あと、洋服とかも当時の洋服をそっくりのものを作って、その、女の人はもう、なんて、足のとこまでスカートを引きずるようにして歩くんですね。そこに写真があると思うんですけれども。本当に、なんかね、頭巾をかぶって、ね、そうそうそう、ずるっと裾を引きずって、よくこれで旅しましたねっていうね。結構大変な格好ですね。そう、これね、滅ばし屋っていうと映画によく出てくるのは、要するに馬で引っ張ってて、で、開拓団の人、滅ばし屋に乗ってるじゃないですか。はいはい。あ、これ牛だ牛。そう、でも本当は牛だったんですよ。牛、遅かったんだよ。馬はね、馬は足折れちゃうんですよ。へぇ、怪我しやすいから馬は使わなくて牛になってたんですね、当時。牛の横を歩いてますね、人が、この映画のね、一番目。牛はね、引っ張る力があるんだけど、スピードも遅いし、荷物重くなると牛が下手っちゃうから、滅ばしには乗らないで横を歩いていくんですよ、人は。これは大変な道中でしたね。じゃあ、西部劇のシーンとか違うんですか？あれ、違うんです。あんな楽なもんじゃないんですよ。大草原の小さな家も違ったんだな。乗ってるなんて、そんな余裕ないんですよ。でね、しかもね、その、ものすごく長い行程で、当時の人はほとんどキリスト教のすごい、まあ、熱心な信者だったんで、否認を全くしないんで、旅の途中で子供生まれちゃうんですよね。うわ、これまた大変。これも大変なんですよ。それ何ヶ月もかかるから、老人なんかは途中で死んじゃうし、実際40万人が移民したんですけれども、もう2万人とかですね、死んでるんですよね、旅の途中で。そうなんですか。で、そこで埋めていくんですよ、どんどん片っ端からもう。で先へ進むっていうね、そういうねリアルで強烈な内容でね、でしかもこの映画がねすごいのは、それをなんていうかハリウッド映画みたいにそのなんていうかエキサイティングに撮ってないんですよ。淡々と超リアルにやるために、例えばライフルを撃つシーンがあるんですね。敵が来たかもしれないっつってライフルをその敵を脅かすために、敵ってのはインディアンですけども、ライフルを撃つってシーンがあるんですけど、これハリウッド映画だとなんかインディアンが来てるみたいだってバンバンって撃っちゃうじゃないですか、でもそうじゃなくてこの映画ね、実際にその頃の銃ってのは先込め銃だから、まず銃の、銃痕のとこから火薬を入れて、そこに丸い弾丸を今度布に包んで入れて、それ棒で下へ押し込んでって撃つっていう、でやっと撃てるんですけど、1分ぐらいかかるんですけど、それをじっくり見せるんですよ。ちょっと映画。客も思わずね、爆笑してましたね。まだ撃てねえのかよっていうね。
のんびりしてんなーって感じに見えるんですね、やっぱり普段の見慣れてるとね。のんびりしてんですよ。そう、でも本人は焦ってるんですけどね、うんうん、でもね、やっぱり大変だったらしくてね、それ野菜がない状態じゃないですか、砂漠でね、で水もなくなるんですけど、解決病になっちゃうんですね、うん、ビタミン不足でね、はい、でそうなんですよ、だから実際それでかなり死んだらしいんですけど、うん、で、まあ、もう、まあ、地獄のような状況になってて、それで結局、そのミークっていうのについてて、俺たち大丈夫なのかってことになるわけですね。そりゃそうですよね。ねえ。で、このミークって人は実在の人物で、その、この人のね、兄弟は、オレゴンの州の最初の知事かなんかに立候補したりする有名な男だったんですけれども、うん、歴史的にも、うん。で、それに対するコンプレックスで、その、スティーブン・ミークっていうのは、その、非常にそのなんていうか古代妄想的な人間になってしまって、俺は何でも知ってるぞみたいなこと言ったんですけど、実際はここにこの道を通ったことなかったんですよ、彼は。わあ、じゃあそれはひどいね、人の命預かってるわけだからね。ひどいんですよ。でも一攫千金になると思ったから言っちゃったんでしょうけども、それとまあその兄弟のコンプレックスもあったらしくて、有名になりたくて、でだんだんみんな開拓団もですね、これは危ないぞ、大変なことになったぞってことになるんですよ、うん、もう次々と死んじゃうわけですから、うんうんうん、で私たちはどこに連れてかれるのかしらって言うと、その、こうね、男たちはこう言うんですね、いや分からないけれども、もう俺たちは投票してしまったんだよ、いや、うんうんうん、選んじゃったんだもんね、うん、ミークを。そうなんですよ、うん。でね、これはね、なんでこんな映画をね、今この時代に作ったのかっていうことでね、監督のね、そのケリー・ライヒャルトっていう、まあ、ドイツ系の名前だと思うんですけども、英語ではライチャルトって読むんですが、監督さん女性なんですけども、その人とその脚本家がインタビューでテレビで答えてたんですけれども、はい、なんでこんな映画を今作ったのと聞かれてですね、この状況っていうのはこれは現代のアメリカが置かれている状況に非常に近いからだと言ったんですね。特にそのイラク戦争にその2003年から突き進んでいったんですけど、アメリカはそれに近いと、つまりそのカウボーイ的なその西部の男のまあふりをしたその大統領を投票してしまって、それ彼がそのまあ、国民をですね、まあ、イラク戦争っていう、まあ、全然間違った戦争に引きずり込んでしまったという状況に非常に似てると、うん、根底にコンプレックスがあってとか、そうなんですよね、あの兄弟にコンプレックスがあってっていうところも似てるし、それでしかももうアメリカ人は分かっ途中でこれは変だと分かっててもついていってしまったと、そっか、投票したんだからってところまでね、そうなんですよ、投票しちゃったんだからみたいなところで、でそれとですね、このこれ史実と違うところにこうだんだん入っていくんですね、この映画は、はい、途中でね、そのネイティブアメリカンの人たち、その原住民の人たちが近くにいるのを見つけてですね、その人をその無理やり銃で脅してですね、逮捕しちゃうんですよ、捕まえちゃうんですね、で その原住民の服を見たら、その水筒とかですね、持ってないんですよ、ってことは近くに水のある場所はあるはずで、この人は知ってるはずだってことになるんですね、なるほど、で彼に案内させようってことになるんですよ、でところがそのミークの方はじゃあ俺の言うことを信じないのかお前らみたいなことになってくるわけですね、でさあどうするかって話になってくるんですけども、これはその言葉も通じないそのネイティブアメリカンの人、についていくっていう選択を取るか、それともその、まあ、見た目だけはすごく白人的なね、いわゆるアメリカ的な、カウボーイ的なそのミークについていくかっていう選択をその迫られるって話になってくるんですよ、でこの監督と脚本家の人が言ってるのはこれこそまさに今のアメリカの状況で、今そのオバマ大統領に対するその支持率がこの間まですごい落ちてたんですよね、でその落ちてた最大の理由っていうのはオバマどうもアメリカ人じゃないらしいみたいなことがあったわけですよ、でこれは実際にそのオバマさんは民主党なんですけど、共和党の、支持者の 50% 以上がオバマはアメリカで生まれていない、アメリカ人ではないと、もしかしたらイスラム教徒かもしれないってことを本当に
半分だったっていう事態があったんですね。でこれに非常に近くて、うん、その要するに、まあ、このミークスカットオフの時代、1845年に白人の人が白人でない人のリーダーシップの下で行動しようとしたことってなかったんですよね、うん、あなるほど、リーダーってない、ね、彼についていくと、肌の色が違う人、宗教が違う人についていくという状況がなくて、でも今アメリカが置かれている状態というのは、アメリカが初めて有色人種の指導の下で、うん、主導の下で、リーダーシップの下で、まあ国を運営するという事態に初めてなったんですよね、そうですね、そしたらやっぱりね、信じられないって人が出てくるわけですよ、こう、うん、俺たちはついていけないよと、うん、でそういうことを要するに人種が違うからとは言えないから出てきたのが、うん、オバマはそのハワイで生まれたというのは嘘で、うん、実はその父親の故郷であるケニアで生まれたんだっていう疑惑なんですよね、うん、でこれに関してはその共和党支持者の人だけじゃなくてかなりの人たちがそれを信じていて、でただテレビで要するに公開討論とかがあると、じゃあなんでその医療的にその立ち遅れてたはずの50年前のケニアにわざわざアメリカ人であるお母さんが子供を産むために行かなきゃなんないんですかって聞かれると誰も答えられないんですよ、うん、でもきっとそうに違いないって言いたいわけね、きっとそうに違いないって言うんですよ、うんうん、でもどうしてかっていうと、それはオバマさんが黒人だから嫌だとは言うことができないから、人種差別になるから、うん、できないから彼はアメリカで生まれていないんだっていう理由をつけてオバマさんを拒否しようとしたんですね、うん、深層心理的にはね、うん、でこれはひどいってことでもうみんな、まあ、怒ってる人もいたんですけど、怒ってない人もいて、そので結局ドナルド・トランプという お金持ちがいてですね、大富豪が不動産王が、はい、オバマはアメリカで生まれてないって言い出したんですよ、ついこの間3月に、で出生証明書を出せみたいな話になって、それでオバマさんは4月27日にとうとう出生証明書を出したんですよね、あ、そうか、あの全文を、でもうそこにはそのそこに立ち会った産婦人科のサインまで入ってますんで、もう確実なんですけれども、ただここまで追い詰めなければならないっていうぐらいね、やっぱりね、やっぱり初めての、まあ、白人でない指導者っていうものに対する拒否感って出てたんですね、うん、アメリカには。町山さん、週刊文春でドナルド・トランプ もう大統領候補になってるって話書いてましたよね、今週。大統領候補として共和党のですね、一時的には人気トップになったんですよ。へぇー。まあでもね、どんな指導者だって間違うかもしれないわけじゃない、でも自分たちがその指導者を選んだわけだから、それは自業自得なんだって思わなくちゃいけないっていうふうに、まあね、民主主義だから思うんだろうけれど、でも、はい、どんな指導者でも間違うかもしれないんだったら、でもどうせだったら騙されるんだったら、白人に騙された方が自分の納得がいくみたいな、そういうこう逃げ場作りですよね。同じ騙されるんだったら、まあ、だからやっぱり自分に近いものを信じるか、ね、その論理的に間違って いそうだけれども自分に近いものを信じるか、自分とは非常に遠い人であっても、まあ、医者であっても、ね、論理的に正しいものを信じるかっていうね、うん、ところの選択みたいなところがあるんですよね。そうなんだね。しかもね、それでだって選んだのは俺なんだからって思わなきゃいけないことを考えると、いろんな理由をつけたくなるわけね。まあそうなんですけど、あともう一つの問題、これ女性が監督なんですけども、その決定をね、男性だけでやってるんですよ、当時は。ああ、そうか。なるほど。じゃあ女の人意見違ったんですか？そうなんです。男同士のその話し合い、ミークと男同士の話し合いを常に遠くから女性は見てて、話し合いの内容が聞こえないっていうふうに取られてるんですよね。ああ。で、これなんかも要するに女性が本当に政治に 100% 参加、男性と同じように参加するようになったら、世の中はもっと違うんじゃないかってことも込められてるんですよ。そうなんですね、というね、非常に深い映画ですけども、最後の方で、まあ、映画的な大逆転とかも待っていますが、それが、まあ、ミークズ・カット・オフという映画で、今、ちょっとね、この間見てね、まあ、アメリカ映画っていうのは、その事実をでもうすごくリアルに映画がすることを通して、そのメタファーとしてその今現在の現実も描くってことができるっていうのは、やっぱりね、ちょっとね、日本にあんまりないなと思って、日本歴史ドラマを作っても、現在を、それは、を描いてるっていう風な形ではリンクさせることはあまりうまくなくなっちゃってんで、でこういう作法をちょっとね復活させた方がいいんじゃないかと思いました ね、 ねえ、なんかその話聞くとなんか、だから今大河ドラマ NHK やってますけど、それが現在の日本の何を描いてるかって何も描いてないわけですよ、まあね、その当時のお話として楽しむことになってるってわけですね。そう、でもそういうのは実は
昔はちゃんと過去のこととかを描き、事実を描きながら現在をその投影するってことができたのにね、そういうことが全然できてなくなっちゃってて、日本映画全体がね、大丈夫かと思いましたけどね、はい。なんか開拓時代から変わってない部分もあるんですね、そういうことでいうと構造的に、ね、まあ、アメリカありますね、はい。ただ今オバマの支持率は今バーンと上がってますけどね。あれですか、やっぱりビンラディンきっかけですか。はい、ビンラディンと全部ですけどね、いろんな経済も今すごく良くなってますけどね。はい、ありがとうございました。というわけで、これはね、はい、日本公開はまだちょっとわかんないんですよね。特に決まってないみたいですけどもね。はい、ミークズカットオフ、ね、ご紹介いただきました。ありがとうございました。映画評論家、町山智博さんでした。ありがとうございました。